生産者があの一丸となってあの美味しいメロンを作りたいって努力して、甘くて美味しい、消費者が食べても本当に美味しいねっていう感じのメロンができたと思います。やっぱり JA 朝日村のメロンは美味しいねって言って手に取って食べてもらいます。